珍しくね、2週続けての放送ということで、でもね今日はね残念ながらすごい雨で、あのギャラリーも今日ものすごく来なきゃいいのに無理に、なんでそう、なんで来んだよ無理にさ、風邪ひいちゃうからさ、もうこっちもいたたまれなくなるよね。岩谷ファンが、2人と、はい、そしてモノノフ、屈強なモノノフの、方が1人と、合計3名、このもう一気に寒くなって、傘させっつんだよ、もうね、雨たち、うん、大丈夫、もうね一気に寒くなっちゃって寒いです ね最近ね、最近もう一気、お前岩谷さん、はいはいはい、その半ズボン、はい、なんでそんな寒いのにあの 薄着なの。いや今日家出た時はじゃあ雨降ってなかったから、はいはい、大丈夫かなと思ったらこんな降ってたんで、はい、ちょっと失敗しましたね。寒い寒いってものすごいなんか鳥肌立ってる、鳥肌立ってる気持ち悪いぐらい鳥肌立ってますけど大丈夫ですか。大丈夫です、はあ、ということで今日2人で、まずは始めたいと思います、はい、本当はね、はい、宮森、これ作家のね宮森かわら君が、うん、もちろん来る予定で、はい、最初3名で始めようと、うん、でなんかいろいろ今日は質問大会にしましょうみたいなことでね、うん、はい、台本も特に考えてなかったのよ今日は。いつも大体台本あるじゃんそうですね、宮森どうしますって言ったら、今回別にゲストいないから、はい、いいよってフリートークにして質問いろいろ受け付けてそれでなんかやろうよって言って、うん、分かりましたなんつって、はい、台本用意してないのにさらに遅れてくるっていうねなんかさっき今お台場の局があるでしょ、フジテレビ、はいはい、今お台場の、うん、会議が終わりまして、うん、今出ますっつったのがなんか10分ぐらい前に LINE があったんで、そうですね、それ台本ないですね、台本ないでしょ、ね、だから今日はもう完全フリートークでしょはい、ね、ということで、はい、今日はフリートークでやっていきます、はい、岩谷さんよろしくお願いします。岩谷さんとも1週間ぶりですけれども、はい、どうですかその後腕の調子は。腕はもう今、うん、ギブス、完全ギブスになったので、うん、もうかん完全に動かなくなったので、うん、逆に痛くないです。あ、きっちり固定されてるから、はい、釣ってないけど相変わらず。あ、釣らなくていいの。もう釣らなくても全然、曲がることはないので、はい、安心して寝れてますね今は。まだ全然臭くもなっていないという。あ、じゃあ嗅いでくださいよ。いや、もういいです。あ、いいですか。まあまあ、結構ね、はい、痒かったりいろいろするんじゃないですかこれからね、まだ全然そういうのないですか。まだ大丈夫です。あ、そうですか、はい、でまあ、本当にギブスどれぐらいするの。ね、2週間で、うん、後楽園大会の日に、うん、その後楽園で、うん、削ってもらうことになったんで。どういうこと。ギブスを取ってもらう。それを儀式にするの。儀式、人前でやるってこと。人前でじゃない、普通に後楽園にリングドクターさんが来てくれて、うん、もういちいちこう病院に行くのがめんどくさいから、うん、もう後楽園大丈夫なの、そんな切っちゃえみたいな。リングドクターとかでやってもらいたいって大丈夫なの。はい、そのリングドクターさんのところに今通ってるので。あ、今、はい、あ、そうなんだ。はいはい、それで後楽園の日に削ってもらう。17日に亡くなります、これは。あ、10月17日に。はい、あ、それからでもしばらくほら腱とかなんか靭帯とか伸びてるんでしょ。そうですね、そこからちょっとずつ動かしていく。あ、やっぱ半年かかるか。そうですね。工業とかその間あったんだけど何やってたの。工業、売店やってます売店はい、でもやっぱリング設営とかも全然できるので。できんの。だって重いもん持てないじゃん、はい、なんか鉄柱とかさ、そういうの。あ、全然右手で持てるので。うわ、大丈夫。はい、ほんと。はい、周りに迷惑かけないように。そうですね。そうですか。はい、セコンドついてたらちょっと危ないって。セコンドがついちゃダメなんでしょ一応ついたんですけど。ついたの。はい、第1からメインまで全部ついたんですけど、うん、その選手からちょっと逆に怖いからつかないでって言われたので、うんうんうん、はい、だよね。だって、はい、プランチャとかさ、なんかトペとかさ、ね、そういうのあってさ、はい、その危ないからお客さん危ないですよってやる係でしょ。はい、それがね、おめえで危ねえよ。本当ですよね。はい、そこを気をつけます。なるほど、なんと巻き込まれないように。なるほどね、はい、そうですか。まあ本当にお大事にしていただいて。はい、ね、ありがとうございます。髪切ったんでしょ。髪、はい、なんかずっと髪切ったんですよつってさっきからアピールして、はい、で自分でこう自撮りして、はい、もうツイートに曲げるんだけど、なんか気に入らないんだが、はい、漏れないって言いながらはい、やってましたけど。はい、今日、はい、ラジオ前に切ってきました。ラジオ前に切ってきました。はい、やっぱりあれですか、
南アッキーナちゃん風っていう南アッキーナちゃん風にやってくださいっていうリクエストをしたわけでしょ。違うの。そうですね。でしょ。お前南アッキーナちゃんの写真持ち歩いてるって言われたけど違うの。いや持ち歩いてるっていうか、うん、この髪型いいなと思って、うん、そう前回あのショートカットをバッチリ切った時も、うんうんうん、アッキーナの写真を見せてアッキーナってちょっと若干アッキーナって今最近あんまテレビ出なくなって久しいけれどもなんか大丈夫なのアッキーナってまだこう全然あそうなのアッキーナ可愛いと思いますよ。いや可愛いよね、はい、可愛いと思うし、はい、あれだけどもちょっともうご結婚されたのかななんかよくわかんないけど。あそうなんですか。いやなんか知らないけど最近テレビ出ないじゃんだってうん、ね、あんまり見ないですね。最近テレビ見ない人の髪型にしてくださいっていう感じはこう普通に見せられて。いや髪型ぐらいいいじゃないですか。いやいいよいいよアッキーナアッキーナ可愛いからね、はいまあ、やっぱずっとアッキーナにこだわってるっていう。そうです ね。ここ1年はもうずっとアッキーナの写真を見せて。そうでしょですごいこう顔さちっちゃいじゃん、はいはい、岩谷ってもともと顔ちっちゃいんだけど、はいまあ、すごいなんつうの後でこれ今ツイッター上がってんのかこれ上がってますよ、ね、岩谷の一応新しい髪なんかいろいろ細工してますけども今あのね、ハッシュタグ空と庭見ていただければ、はい、岩谷のこれあの自撮り出てますけれども、はいこれもね、本当にこう顔がもともとちっちゃいのに、はい、ほぼ髪で顔が出てる部分が半分ぐらいしかないよねあの半分ぐらいしか顔出てないよねそうです ね、はい、鬱陶しくないそこら辺。いや鬱陶しいんですけどちょっと自分目の大きさが違うんですよ左右で。どういうこと。右の目の方が大きくて左目の方がちっちゃいんですよ。あバランスが良くないの。そうだからあの隠したいんでこう必ず左目の方は長くしてっていう隠したい願望ってあんだ。ありますあります。もう鼻とかも隠したいですもん。鼻可愛いじゃん。なんで。いやめっちゃ笑ってるじゃないですか超嘘っぱい。鼻隠すまで髪は伸びないもんね。それも全部もう隠れちゃうもんね。そうです ね、はい、いやまあでもねあの非常にもうやっぱりアッキーナに近い感じが出てて。いやあのアッキーナの写真を、はいめっちゃそっくりなんですよ。髪型ね。いや、はい、顔もやっぱ似てるんじゃないですか少し。いやめっちゃバカにしましたねそれね。いやなかなかね、はい、綺麗な。でもアッキーナもモノノフさんですもんね。うん、あ確かそう。ね、うんうん。なんかブログとかになんかライブ行ってももかちゃんに気づいてもらったみたいな。あじゃあ気づかれなかったけどなんかみたいな書いてあったりする。あそうなんだ。うん、あの子もももかファンなんだ。ももかちゃんなのかな箱押し分かんないけど岩谷と一緒じゃん、うん、さあということでですね、うん、岩谷さんの髪の話もまあ、それぐらいにしてですね、はい、ということで今日はいろいろね二人きりなんで頭、はい、で後半ね30分ぐらいでね和田誠くんっていうね、はい、これなんて言ったんだけど、まあ、基本的にはこう舞台とかセットとかそういうものを全部デザインして作る、まあ会社があって、うんその会社の、まあ、プロデューサーだね、うん、その音楽のステージライブステージ の、 セット作ったり、で俺がいろいろやってるイベントものも全部彼が、うん、DNA だっけ DNA もやってくれてたし、はいはい、彼が、うん、彼と、うん、やってくれてたし、あとは、まあ、本当今ボクシングもやってるけどもそういうのも全部やって、あとでその和田っていうのがちょっと近くなんでね、近所なんで、はい、遊びに来てくれますんで、いろんなね、素晴らしいアーティストをね、さっき手掛けてらっしゃるので、いろんな話を聞きたいというふうに思います。はい、さあ、ということでですね、今日、10月の6日金曜日が、今日は10月の6日金曜日だろ？今日の23時に、あれだ、子供祭りが、うん、ついに Hulu で、配信されるということで、これぜひね、子供祭りと言ってもですね、大人の方にはぜひ見ていただきたい。大人の方にもぜひ見ていただきたい。もちろんお子様たち見ていただいても何ら申し分ないしっかりとした番組ですけれども、でもね非常に面白くできてるし、なんだろうな、おじさんなんか、俺みたいなおじさんなんかも昔懐かしいこうテイストもあって、うんうんうん、ちょっと楽しく見れるんじゃないかなと。まあ、モノノフの方はもちろん。君はHuluは家で見れたりするのかな。Huluは残念ながらまだ入ってないですね。入ってない、はい、ネットフリックス派。ネットフリックスは入ってます。ネットフリックス派か、はい、そうか、はい、そうですね。ね、うちもまあHuluは見れないんだけどさ。あ、そうなんですか。まだね、ネットフリックスは見れない、はい、ぜひね、Huluをね、ご加入でない方もですね、なんかもしあれだったら
見てほしいなというふうに思います。ということでね、はい、先ほどツイッターでいろいろ質問を募集したので、まあ、今日はいろいろ俺がめちゃくちゃ喋ってもなんだから、いろいろ質問ベースに聞いていこうかなということで、近藤はじめさん、ね、今日いらっしゃってますね、近藤さん、はい、近藤さんも本当に毎日欠かさずね、来てくれ、毎日で毎回必ず雨が降ろうが槍が降ろうが来てくれるんですけれども ね、 ね、一体何の仕事してるんだって感じですけども、素晴らしい、はい、そんな近藤はじめさんから岩根にまいちゃんへ、はい、先日試合前のトークはうまくいきましたか？原宿ボディスラムボーイズで鍛えたトーク力で試合前のトークを腕が感知するまで続けてみてくださいっていうことなんだけど、はい、試合前にトークしたの？あ、はい、欠場、怪我してすいませんみたいな、うんうん、頑張りますみたいな感じの、うん、つまんないやつ？いや、つまんなくないですよ。本当、ちゃんと、はい、ちゃんとお客さん喜ばせられたの？転ばせました。転ばせたの？何？喜ばせた？喜ばせましたよ。あ、そう、はい、演技をしました。え、何？泣く演技を。嘘、どういうこと？はい、な、それ大丈夫、うん、言っちゃっていいやつ、はい、うん、今回は怪我してしまって本当に申し訳ありませんでしたみたいな感じの なんちゃってみたいな、はい、嘘ぴょーんみたいなやつ、はい、うん、この度はぐらいでもう気づかれてましたけど、笑ってた、はい、それどこ新木場でやったの？新木場で。あ、そう、これからその前説をやっていこうかなっていう話になってて、うん、いや、前説なんかじゃなくて、お前歌持ってんだ、歌歌えばいいじゃん。誰だっけ、白井伊代とあヒットになるじゃん、なんだっけ、はい、サンダーロックの曲ですよね。あ、もうでもサンダーロックってもう解散したから、はい、あ、もう白井さんと歌うことはないの？歌は歌えないです。なんか噂によるとまた CD を出すみたいな感じの噂は聞いたんですけど、好きだね、どうせ売れないんだからさ。まあでもそ、今後、うん、地方大会とか、うん、前説をやろうってなってて、なんか、はい、ルール説明、プロレスのルール説明をすることになりましたので、皆さんぜひ聞いてください。プレゼンするわけ？はい、プレゼンします。お前がプレゼンするの？はい。ちゃんと楽しい、10倍楽しくなる方法で説明できるの？ちゃんと。え、なんか、じゃあ今やってごらん。じゃあ今ですか？あ、今、じゃあ、はい、じゃあ、次の興行だと思って、はい、前説、はい、まあ、今まだお客さん入ってきて状況で、お客さんがなんとなく入りましたからの、はい、皆さんこんばんは、スターダムこの度はご来場ありがとうございました。はい、それではプロレスのルールを説明したいと思います。はい、ね、プロレスはね、ワンツースリーってレフリーが床を叩いたら試合が終わるので、そこを注目してみてね。あと、マジで？マジで？あと、うんうん、ギブアップっていうのもあって、選手が固め技とかされて、うん、バーってタップしたら、うん、終わりだよみたいな。まあまあ間違ってないけどさ、はい、もうちょっとなんか頭悪い説明の仕方。頭悪いですか？うん、もうちょっとなんかないの？もう少しさ、はい、じゃあ、じゃあやってくださいよ逆に。俺が？はい、お手本ね、見たいですよね。いや、俺別に喋るプロじゃないからさ。いやいや、なんかね、こう得意そうじゃないですか。いやいや、そうでもないけど。はい、3、2、1、トン。さあ皆さんですね、本日お集まりの皆さん、こんにちは。今日から、今からですね、プロレスのルールっていうものをね、ご説明したいと思います。まずプロレスというのはですね、人間対人間の戦いです。はい、男対男の戦い、もしくは女対女の戦い、そして男対女の戦いも時々あったりしますけれども、今日このリングはスターダムということでございまして、女対女の戦いでございますと。さあ、試合形式はですね、大体、最近は30分一本勝負、あとは15分一本勝負、10分一本勝負ってのもあるのかな、なんかそんなのがありまして、時間内で、お互い戦い合います。ルールはですね、至って簡単です。金敵は女子にはございませんので、まあ、いわゆる反則行為ですね。これはですね、5秒以内です。5秒以内。5秒以内だったら反則は OK です。ただし5秒過ぎたらカウント取られて反則負けなんていうのもありますね。あとはですね、指を攻撃したりですね、目をつついたりですね、そういったの残虐なことはやめております。そんな中で、戦い合うということで、さあ、戦ってる相手が戦ってる相手のですね、肩をマットにつけて、そしてそこから3カウント、レフェリーが数えたら、3カウント取った方の勝ちということになりますね。そして、それ以外には、両者リングアウトとかですね、反則、とかですね、いろんなまたこの勝敗の消し方がありまして、判定というものはございません、プロレスには。
審判が、おりませんので、レフェリーしかおりませんので、判定というものはございません。はい、そういうことで、皆さん今日はですね、素晴らしい試合たくさん、ご用意しておりますので、特にですね、メインイベントの、岩谷真由と、白井伊代の長女対決、これは今日ですね、非常にこう見どころがあって、ついこの間、白井伊代に裏切られたばかりの岩谷真由が一体どういう思いを込めてこの白井伊代に向かっていくのか、これぜひ楽しみにしていただいて、皆さん今日はどうぞ楽しんでいってくださいみたいなことじゃないの。長いよね長いよね。いやいや俺説明長いんだよ。いや、今の録音しといていいですか。なんでそれで会場で自分が口パクパクするんで、大して面白くない、大して面白くないダメですかね。いやそうなんだよね。なるほど、分かりやすいですね。そうでしょ、まあ、あれだよね。はい、いろいろとこの今回の興行の見どころの試合みたいなのも言って、うん、絶対言った方がいいよ。だってどうせお前スタートアップの流れ煽り V なんて大して面白くないんだからさ大して面白くないんだから、もっと面白い、ちゃんと面白いので作ればいいのにさ。そうですね、もっとさ自分でさ、はい、そういうの見どころとか言えばいいんだよ、うん。まあ、第一試合からさ順に言う必要ないけど、今日の見どころは要点3つぐらいだね。例えば、うん、今日はこれに注目、私はだよ、別にファンはいろんな人をさいろんな目線で注目してるからさ、第一試合の子にもあればメインもさ、うん、だけど今日の私的注目点は、この3つですって。あ、フリップにしたら、フリップトーク、あーここ切ったネジで書いて、サインペンでこう、あ、それいいですね、うん、イラストとかつけちゃってさ、なんか、あ、それいいと思います。ちょっと R1 グランプリみたいになってきてるでっかいさ、はい、画用紙用意して、あ、それで、はい、今日岩谷的今日のポイント、うん、1位とか言いながら、うん、なんとかみたいな、あ、それは、ね、はい、やります。そして2位つって、今日葉月だっけ、はい、HZK、 はい、HZK、 葉月、はい、今日は葉月が、コスチューム書いてます。おー、胸元にご注目くださいみたいな、はい、うひしみたいなよくわかんないけどとかさとか、はいはいはい、だから試合の模様だけじゃなくて、あ、はい、例えば面白い、そうでしょ、うん、さあ今日ですね、ジャングル今日なんですけども、お腹壊してますとかさ、ね、結構お腹壊してますんで、はいはいはい、これリングサイドの方ご注意くださいとかさよくわかんないけどそういうちょっと笑いも入れつつどうですか。いや、めっちゃ面白いと思います、ね、見どころとかね、はい、ただ単にこうルールさ、はい、ルールなんかお前3つカウント取ってとか誰でも知ってんだから、そうか、うん、そんなんじゃなくて、うん、岩谷的な、うん、今日の見どころ、うん、3つぐらい言うのがいいんじゃないの。そうします。試合の目線だけじゃなくて、なんか、うん、なんか、うん、なんか楽屋でこんな話してたけどみたいな、いいと思います、ね、そういうので盛り上げていただければと思います、はい、頑張ります。お前遅いよ宮森、お前はちょっとな、こっち行きゃいいじゃん。お前何やってたの、何の会議やってたの、何の会議やってたの。まあこの時期になると年末年始特番が、うん、のが動き始めて、お前昨日だって散々酒飲ましてやったんだからすいません、なんだよお前予想外にちょっと飲みてしまいました、すみません。なん年末の特番会議、はい、そう、もう岩谷と二人ってなかなかもうシュールだよねでもそんな中でお前はさらになんかね、はい、ジャングル強化とか、はい、いる中でやったんだからもう大したもんだよねいや猛獣ども、猛獣どもね、猛獣使いに逆猛獣ども、ねね、何にもしない、ね、どうしようもないやつね。そうそう、昨日岩谷じゃない、宮森くんと、うん、芸人の長野と、はい、久々酒を飲みまして、うん、酒を飲んだというか、なんつればいいの、作戦会議的な、作戦会議、はい、次回の長野と高木をね、また2をちょっとやりたいと思っていて、でお前大丈夫なのかと、長野ネタは基本長野だから、お前大丈夫か長野って言って、言っても大丈夫ですって言ってんだけど、どう考えてもね、この間の長野と高木6月にやったネタに関して全20ネタ、えりすぐりの20ネタやったんだけど、あいつが22年間温めてきて、もう最高のベストオブベストのネタを20個やったのよ。22年間のベストオブベストを20ネタやったのにもかかわらず、まだ1年も経たないうちにそんな数ヶ月で20ネタの珠玉のネタができるのかって話じゃない。
だ出し切ってんだからあいつは 22年間のネタを全部、うん、だからお前どうなんだっていやもうバッチリですとか言うから嘘つけお前っつってでね昨日飲んだんだよねで、はい、飲みながらしたらさあいつは真面目だからノート持ってきて最初はもう本当にねネタをねネタを考えるときにもうねピンネタを考えられないんだって必ず、うん、あのね相方っていうかレニちゃんを想像しながらネタを書いちゃうんだってピン芸人って大体1人しかやんないから、うん、相手の部分も自分が演じたりなんかっていう中でこうコントをその作っていくわけじゃない、うん、でも必ずなんかレニちゃんありきで ネタ書いちゃう自分がいるらしくて、うん、で言ってね、はい、であのねで、あいつはあいつのネタってもうタイトルだからもうタイトルでまず8割持っていくから、うんうん、だからいわゆるなんか富士山の頂上で猫を2000匹放す人みたいな、うん、そういうなんだそれっていうので笑わすとかね、うん、だからもうノートを渡されて見たらもうネタがね、バーッと書いたのでやっぱり面白いんだよ ねネタ見るだけでなんだよこれっていうね、タイトルなんだけどまあ面白いんだよだこれはもう俺もそれ見てネタ見てないけどもうタイトルだけであ大丈夫だと思っちゃったあこれも次面白いなと思ってもういけると思います、まあ、まだまだいろいろブラッシュアップしなきゃいけないしまだまだ諦めずネタをねもう長野ネタだけじゃなくて宮森とか、はい、堀とかね大倉とかがいろいろ面白いものを書いてまたちょっと違うものできるかもしれないけど今んとこなその長野の新規ネタは面白いね面白いですね面白い面白いで必ず何とかで何とかをする女ってなってるんですよ女タイトルがよくねあいつは何とかで何とかする人っていうねタイトルが多かったんだけど、はい、必ず、なんか何とかで何とかする女みたいなのをやってるわけよ、うん、だからそれが非常にですね今お客さんが来ましたけども非常にね面白いなという自信が湧きましたけどもさあということでですね今ちょっとお客さん来てこの後紹介しますけれどもそれじゃあ一回曲いきましょう曲岩谷曲はいお前さっき偉いけどサボテンとリボン、はい、最初の恋最初のキス最初のデートを君と甘えたりもしてみたい衝動さあということでですね、もう早速、もうご紹介しちゃいましょうね誰だお前っていう風に自分は言われるんじゃないかと思って戦々恐々としてますけれども美術、まあ、プロデュースをしてくれてるね和田誠くんでさえよろしくお願いしますよろしくお願いします、はい、和田くんもね非常にこうイケメンでなんだよお前は岩谷のヘッドホンができないちょっと待って手がかかんねありがとうございますはい、和田くんは、美術プロデュース、はい、今やってて主にやっぱりステージセットが多いのかなそうですねね、うん、音楽業界が多い、まあ、そうですねコンサートがまあメインでやってますねずっと音楽畑で桃をやり始めたのはいつだっけあれ何年前かなメガウェブメガウェブメガウェブ覚えてるよすごい衝撃でゼップの横のそう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 メガウェブねフリーライブだったよなそうですそうですもう溢れ返って地面揺れるし地面揺れるしもうすごい時でしたねまだあれだ Z 伝説のあのかな子があのでっかいあのベアだベアが来て20キロぐらいわかるよね20キロぐらいある重いのを持ってあの来てそう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 っていうのをやってた時だよまだそうですそうです5人になってまだすぐあれからですねあメガウェブなんかもう普通にただ土台作ってるのだけどそう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 あっからかそうですそうですであれで初めて、うん、いわゆるその高橋名人とかそうですそうですそうですあの HIP の連中に呼ばれてそうですそうです加わったわけじゃない、はい、で何結構衝撃だったまあ衝撃でしたねやっぱりなんかなんやろ僕らがやっやってるライブじゃないじゃないですか、まあ、言うてみたら、まあそうだね、まあ特に佐々木さんがやってる佐々木さんと一緒にやってるイベント、うん、ライブがやっぱりちょっとちゃうから、うん、だいぶ困ってましたけどねルール違反のやつそうそうそう普段はもう本当にもうバリッバリのこうエリート音楽アーティストライブをやってらっしゃるから、うん、まあ西野カナちゃんそうですねこの間西野カナちゃんの、大阪東京ドーム大阪ドームそうですね京セラドーム京セラドームやられたりとか、はい、あとは兄貴清木場ああ清木場俊介さんはいさんもやらせてもらってますねはい何組だっけなんか
清木場組、清木場組、はい、清木場組、清木場組ですね。あってもうこういうかっこいいのばっかりね。はい、清木場さん分かります？分かります。同じ出身ですもん、山口県。あ、山口か、そっかそっか。ミネソタ市、いや、宇部です。あ、宇部、はい、そうなんだ、はい、そう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 。それとか、まあ、ガイタレもやってるよね。ガイタレもまあちょこちょこやらせてもらってますね。あとエビもやってんだって、はい、エビ中も、はい、やらせてもらってます。エビ中もやってんだ、はい、で、とにかくあの今音楽もので、ですごい彼は勉強熱心で、もういろんな海外行ってアーティストのライブ見て、それでそれをこう取り込んで、さっきさんこんな面白いことやろうよみたいなことすごい言ってくれて、で今回波長があって、うん、若いんだよこいつまだ。あの、若いですよ、ね、まあ、若いんだよこいつまだ。 30?36 ですね。6ですよ、はい、まあ、もうでもバリバリ一線級ですからもうね。ありがとうございます。 ESS っていうね、もう業界大手の なんつうの、そのステージ、そうですね、コンサート業界、まあ、ステージセットを、セットを作る、うん、そうですね。 ESS っていうのはどこだっけ、資本向こうだよね、海外だっけ。ね、まあ、ESS の UK ってイギリスの方で、そうかそうか、はい、それの ESS のジャパンの、そうですね、結構もうナンバー2とかでやってらっしゃって、それでそれをやりつつ自分で会社を作ったの、これだ。和田くんだけにワディって会社なんです。すいません、ふざけてるでしょふざけてるでしょ。これでも名前決めるのに1年ぐらいかかってますよ悩んであげてね、そういうの一周回るってそう、うん、あ、それワディで、ワディでは今だ和田くんと俺はそのもう ほぼっていうか、もう全部俺のものはもう和田に頼んでいて、例えば、まあ、あのももクロのライブももちろんそうだけど、ボクシング ね、 そうですね、今度10月22日、はい、両国国技館でございますけれども、そうですね、これもう本当に、ね、チケット多分手に入らない、そうですね、もう国民的行事の世界タイトルマッチが、あの総選挙っていう国民的行事の日に当たってしまいこれはね、どうなんだっていうことですよ。もう選挙速報の最中に村田はリベンジのタイトルマッチをするんですよ、これ。そうです ね、 これをまあやったり、あと、ね、ステージずっと中心にやってきたんだけど、このだから4月ぐらいからか、うんうん、要はもう番組もやれや、そうですね、っていう話で、はい、で俺のももクロちゃんって番組も要するにテレビ番組のプロデュース、はい、あ、もうありがたい話で、いや、やってくれるようになってさ、テレビとやっぱ舞台は違うでしょ。全然違いますね。で、どうやってみて、テレビなんかは、うん、まあ、やっぱり難しい、僕足らんところもあるんだけど、うん、まあ、うん、こっちの、やってきたこと、うん、コンサート側で勉強してきたことと、うん、まあ、テレビのいいところをミックスしていけたら、うんうん、いいかなと思ってますけど、ね、やっぱさ、やっぱテレビはさ、うん、切り取るじゃん。そうです ね、切り取ったら見え方が必要なんだけど、うん、ライブは自分がそこに行くから、だからもう全部に、確かに、うん、そうですね、目が行くから全部もう恥ずかしいって全部見られてるって感じですわかる？恥ずかしいってやつでもテレビは、あ、別にあの映ってないからいいかみたいな、あ、うん、だから映る時だけ隠せばいいかみたいなさ、なんかそういうようなのがまああるけども、どっちもあるからね、だからね、うん、だからテレビはテレビで、いや、もうすごい勉強熱心なんですよ。そんな和田さんに質問です。はい、どうぞ。大五郎さん、今までのももクロライブのセットで設計に苦労したライブと、またやってみたいと思うセットはありますか？なるほど。うん、一番しんどかったのは、しんどかった。1回目のバカ騒ぎかな。あの会場の5億の。そうです、そうです、そうです。あ、違う、顔？顔のやつ、顔のやつ。そう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 。あの会場の条件が限られてて、ああ芝だ、そうそうそう、芝工業だ、伝説の、そうそうそう、だからそんな僕たち言い訳にもできないし、ああ、まあ、お客さんにそれ言うことでもないもんね。いろいろな条件があるんですよね、やっぱり。その中で、まあ、あの楽しいこと、面白いことやっていかなあかん。覚えてる？あの顔のセット、はい、あのハゲ頭ももクロのハゲ頭の巨大な顔が5つあってあれはもうももクロしかできないですからねあれは他ないですよね。あれを西のカナでやったら大変だよそれ、そうですよ、カナコの口がガーって開いて、 その中から布袋さんが出てくるみたいなさそうそうそう、ね、顔がガーって裏返るとこバンドが出てくるみたいな、そうそうそう、ヒットもおかしいんだよみたいな、はしゃいでましたね。あれはでもね、和田くんのアイデアなんだよ。
顔でやりませんかっつって、でもそんな巨大な顔なんか作れんのかと日産でっつってできますって言うからさ、やりましたね。いやそもそもその前に芝が使えないから佐々木さんの箸かけろ言い出して、めちゃくちゃいるなこの人。いやもう箸かけりゃいいじゃん。何を言うとんねん。芝の上に行っちゃダメって、うん、人が乗っちゃダメって最初言い始めて、そうなんですよね、だったら橋かけろって言ってわかりました、ね、したら和田がわかりましたって言ってどうすんのかと思ったら佐々木さんいいのありましたっつって軍事産業のなんかカタログみたいなの持ってきて戦車の絵を見せるんだよ俺に、戦車の写真を。佐々木さんこれイギリスにありますと、でこれ戦車なんですけどつって、要は戦場にあの橋を架ける、そうそうそう、もうバーンとこう爆破されて向こうにでも行かなあかん、うん、その時にこう戦車のでっかいのにニョキニョキニョキってこうもう何十メーターも橋を架けるのにドーンって、戦車の脇からキャタピラみたいなババ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 って橋がバババババって見て逆側にこう渡って、それでこう行き交うような、そんなね秘密兵器がねイギリスのねあの軍隊にあったんですって、佐々木さんありましたって、やっぱこいつ手応えこいつさすごいあったみたいな、まあ、ありましたよっていうわけ、うん、それでただ持ってくるのに4億かね、4億かーっつって、ちょっと足りねえなーってちょっとじゃねえけどですねあれあったねー、 そっからスタートしてますから、橋かけろっていうんだ、だってさ、使えないんだもん、芝生なんか人入っちゃダメなんだもん、だから向こう行くのにね、ぐるーって回っていかなあかんからね、おかしいよね、だからさ、こう日産スタジアムこう360度こう外周があってさ、スタンド席があってそこにお客さんバーいっぱい入ってるのに、ポツンとこの芝生のエリアに誰もいなくて、こう距離感みたいな話じゃない、こっち側にステージがあったらお客さんとの対角、対あの逆方面のお客さんとの距離感どうすんのみたいな、だったら橋かけねえじゃんみたいな、だったんだけど、まあね、軍事イギリスからそれ持ってくる、日本軍にはないのかい、日本軍じゃねえよ、なんだ自衛隊にはないのかいみたいな話だけどね、ちょっとの間僕 の、 あの検索のところに何個か出てきましたもんね、あったしばらくずっとね、お前のやつ、またやってみたいと思うセットありますかって、やってみたいセット、ああ桃黒、まあソロでもいいんですか、そうソロでも全然いいよ、まあ、この前の彩香ネーションはい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 、両国国技館でやった、はいはいはい、ジュークボックスセット、はい、あれよかったね、コンセプトライブ面白いですよね、うん、いや面白いね、しっかりとこうテーマが決まってて、あ、うん、そうだね、はい、まあ実は今日この後にね和田くんとあの夜この後、はい、遅くから桃栗の、はい、もう打ち合わせをもうしないと、もう桃栗ですよ、もう早いですね、夏が終わったと思って、ね、思ってたらちょっと今日みたいに涼しくなってきたらもう桃栗の話ですよ、だ桃栗のことも考えていかないといけないから、これからもちょっとあのライブコンセプト含めて和田くんと相談してちょっとセットどうするみたいな話ですよ、ついこの間ねやっとボクシングのセットが決まってね、そうそうそうやっと10月22日のボクシングのセットがもうこれでいこうって決まったらもうね、そうですね、それの話ですから、まあ、スパン早いですけど、まあアーリーのセットは良かったね、良かったですね、はい、ねあとねこんな質問が来てますね、あ結構もう更新されちゃった、佐々木さんより威厳があるのは なぜでしょうかってあの光さんが来てますけど、佐々木さんより威厳があるあなたが威厳があるそうです威厳がないですよ全然ね、メガウェブっていうことはあれ極楽門もお前の1個前じゃないですかね、1個前がメガウェブやったんじゃないですか、え極楽門もじゃお前がやりました、やりました、 あの時もおかしなこと言うな思ったんですよね、え何あの登場でちょっと見にくいと、見えにくいからじゃ あ、 あのなんか工事現場でこうグインって上に上がるカゴあるじゃんみたいなあれでいいじゃんみたいな、何言ってんねんコンサートであの工事現場のカゴついたニョキって伸びるやつで登場させろだからもう散々、俺昔からよく言ってんだけど、もうわけのわかんない俺とか川上明とか、もうコンサートのこととかこれっぽっちも分かってないね、あのバカなテレビ人がいきなりこうもう荒らしに来たのよこの音楽業界を、何にもわかんないで、こいつらは多分文句もいっぱいあったろうけども、もう本当に俺も川上さんもバカなふりするの得意だから、えなんでダメなの、なんでできないのってあのなっちゃうから、
で多分ね、散々彼らは苦労した人で、やっぱあれも大変だったろ、あのいわゆる伝説のさ、あの横浜アリーナまさかの2ベース、あーありましたね、あのエンドステージ初日、そう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 、2日目センターステージ、センターステージ、その13時間でやれみたいな、あれん時さすがにあれはもうみんな反対した、照明も音響の佐藤純平もね、みんな反対したんだよ、できませんね。で、まあ、あの彼らはさ、あの HIP にね、多分できませんって言うわけよ、うん、制作のね、うん、でも HIP はちょっとなんかなかなか現場がちょっと難しいって、ちょっとって言ってきたから、俺は本当にバカなふりして、あ、だってさ、だってできないんだったら人の数倍にすりゃいいじゃんって言ってお金かかるっちゅうねんっていうさ、そう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 、人入れて頑張って、でも本当やってくれて、だからまあ別にそれが良かったかどうかは別としてもね、本当こういう人たちが頑張ってくれたから、まあいいライブになった。もうなんかそのうち、うん、ちょっとぐらいのことやったらもうみんなびっくりしなくなりましたもんね。そうだね、逆クリスマススキー場でやるぞ了解ですみたいな、あっさりあっさり、じゃあ行きましょう見にみたいなね、 ありましたよね。あれなんだっけ、滑ってきてさ、ジャンプするジャンプ台が作りたいって言ってで、メンバーの、まあ、好きだよね俺もね、なんかステージ使ってさ、この間もなんかマラソンさせたりしたけど、ステージのメンバーの踊る後ろにこうエアーっていうの、そのあれを作りたいって、スノーボードジャンプ台作りたいっつってお願いしたんだけど、まあ雪がなくてね、そうそうそう、大変だったよね、群馬隅っこの方からブーって寄してきて作りましたね山をそう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 、質問です、美術プロデューサーとは具体的にどのようなことをされますかって。どうなんですかね、うん、まあこっちで言うと、こっち佐々木さんももくろ案件で言うと、うん、まあ佐々木さんがやりたいことを、まあ想像以上のものを、うん、ステージとか、うん、まあビジュアルに関わるところですよね、うんうん、をまあ、仕上げて一緒にまあ組み立てていくっていうところなんですけど、そうだよね、うん、だからもう結構何でもやるよ、だからもう本当にだからロゴのデザインからね、そうですね、ちっちゃいことでロゴのデザインからセ ット、はい、まあ、セットデザインもそうだけど、もう本当に美術品、この間もね子供祭りでさ、うん、はい、久々にね、アニマル Z っていうのが復活したのよ、うん、フルフェイスの完全戦隊もののね、もう復活したんだけど、あれ使ったの4年前なわけ、うん、2013年か4年前にやったライブの、その、まあ、着ぐるみなんだけど、4年ぶりに出したらまあぶっ壊れてんだよね、そう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 、なんか 色落ちしてたりね、なんか被ってもなんか全然なんかスカスカだったり、そういうのこれ直してくれよって言って、はい、ちょっとこれ直して明日持ってきて明日ですね、明日そうなんだよね、まあそんなんばっかですけども、そう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 、はい、まあ、いろいろちょっと質問をあれしたいと思いますが、今度岩谷さんに質問です、はい、フロックマニアさん、ニールセンさんが言われるように岩谷選手のスープレックスは綺麗なので、前田選手ばりの七色のスープレックス界を目指すつもりはないですかって。前田明って七色のスープレックスっていうのを持ってたのよ、はい、いろんなね、当時ダブルアームスープレックスとか、うんうん、ジャーマンスープレックスとか、いろんなスープレックスを持って七色のスープレックスを持ってるんですよ、うん、で岩谷もだからニールセン言ってたじゃん、はい、もうジャーマン、世界一美しいジャーマンだっけ、あ、違う、ドラゴン、ドラゴン、はい、言ってたじゃん、だからそういうスープレックス使いにはなりませんかって、はい、あー、そうですね、7色ってことは、7色ってことは何種類持ってなきゃダメなの分かる、7個、そうだよ、正解7個のスープレックス持ってなきゃいけない、はい、どうですか、今4つぐらい持ってるんで、何が持ってんの、ドラゴン、ドラゴンスープレックスホールド、ジャーマン、ジャーマンスープレックスホールドのノーザンライトスープレックス、ノーザンライトスープレックスってケンスケがやってたやつ、分かんないですけど、こう優勝みたいなやつ、はい、ノーザンライト、はい、ダブルアームリスト、ダブルアームリストってね、ダブルアームスープレックス、いわゆるビル・ロビンソンのやつ、いや多分分かんないですけどはい、4つあるの、 あとは何だろうな、あれやってよ、アントニオドライバー、どういう技ですか、もうものすごい、タイガードライバーで昔のものすごい高速で叩きつけるやつ、タイガードライバーってこれでしたっけ、そう、これ首持って、首っていうか首と脇持って、そのすげえ高速でやるやつ、ファンタスティックガールちゃんの必殺技ですよ、あ、え、そうだっけ、ファンタスティックガールの必殺技はタイガースープレックスでしたよ、タイガースープレックスじゃない、タイガースープレックスじゃない、え、違いましたっけ、間違った、タイガードライバー、
タイガードライバー、うん、アントニオドライバーをアレンジしたのがタイガードライバーっつって、うん、はい、初代タイガーマスクサイマサトルがやってたわけ、はい、すっごい高速 の、 あの、はい、なんつう投げ技があるのね、タイガードライバー。でもそれドライバーだからスープレックスじゃないのか。そうですね。ね、はい、七色のスープレックスやってください。あ、パイルドライバー的な やつってことですか。全然違うよ、うん、全然違う、まあ、って調べてもういいですよ。岩谷さんに質問です、はい、復帰したらゴッデス、アーティストで誰とタッグを組みたいですかって。あー、尾藤陽子と自分タッグリーグに出場したいねみたいな、うん、お揃いでコスチューム作ってみたいな話をしてたので、あの尾藤陽子と組みたいですね。あ、あのだって尾藤陽子とはやりやすさじゃないの。やり合ってたんですけど、うん、その白いベルトを尾藤陽子に取られてしまって、うんうん、もうね、赤白のチャンピオンで組んだら面白いかなと思ってたんですけど、なるほどね、はい、なるほどね。まあでもいろんな組みたいだよ、お前は。なんか取れた。ヘッドホンをまた外しましたけれども、はい、さあ、佐々木さんが桃花ちゃんの、くまごん、くまごんフィールはハートビートさん、佐々木さんが桃花ちゃんのライブ演出したらどんな感じになるのか教えてほしいです。どう和田さん、どうも、どうなるの、ちょっとやめてくださいどうなると思います。いやいやもう俺が有安桃花のソロコンを演出したらどうなりますかって。いやもうとんでもないことになるんだろう。いやもうね、もうずっと有安に怒られると思う。もうずっと有安にもう怒られ続けると思うので、ずっと気をつけしてなあかんかもしれない。これは俺に質問かな。ユリエール砂原さん、長野と高木の DVD 買ういつでしょう。これ待ってる人いんの、長野と高木の DVD って。別にあれ長野もさ、あ、待ってる人いる、長野もさ早く作ってるのはさいつですかって昨日も言ってたけど、はい、どうするね。どうする。一応ね、まあ一応ね、うちの弊社のディレクターはもう編集始めてます、長野と高木のやつは。でいつ出すかに関しましてはキングレコードさんが発売元になってくれるそうなので、キングレコードさんが出す予定です。でも発売時期は多分長野と高木2の良きとこで決まったらプロモーションの時期かなね。長野と高木は少なくとも来年ですんで、まあ1年に1回ですよ、あのカロリーは。長野と高木のセットもね、和田君が、はい、和田君のチームでやってくれたけども、まあ1年に1回ですよ、あのカロリーは。だから1年に1回、もう本当に目指すはね、やっぱりね、ファンの人には大変申し訳ないけれども、やっぱこうなかなかチケットが取れないっていうライブにはしたいよね。それぐらいこうなんか人気が出るような貴重なライブにしたいなというふうに思ってるんで、育てていこうというふうに、思っています。向川さん、まゆちゃんお酒好きですか、どんなの飲むんですかって。お酒はビールをたまに一杯ぐらい飲みますけど、はい、弱いので、うん、はい、いつも一杯ぐらいしか飲まないです。あ、そうなんだ、はい。スターダムで酒強い人誰なの？じゃん、あ、いや、酒強い人はいないですね。みんなお酒飲んで暴れる。ジャンキョウとかすっげえベロベロになるじゃん。なりますね。なんか昔なんか動画見せてもらったことはベロベロ。ジャンキョウでもベロベロになってどうしようもないやつ、はい、なんか一回見せてもらったことあるけど。はい、うんうん。本当にみんなやばいですね、酔っ払うと。あ、みんなやばいんだ。みんなやばいです。うんうん、はい。赤い羽根コンマさん、さっきいらっしゃるね、先週来なかったね、はい。質問、岩谷舞ちゃんに質問、ギターベース始めて1年ぐらい経つと思いますが、はい、どうなりますか、年末興行とかに使えそうですけども。全然、お前ほら、飽きやすいからさ。いや、はい、頑張りますね、これから。まだ全然弾けないので、うん、はい、ギターはもう1年ぐらい触ってないんで。マジで。今ちょっとできないもんね、その腕じゃね、さすがにね。はい、そうですね。そうですか、うん、来年あれだねぐらいを目指してちょっとなんか バンドみたいなことやってみたらいいじゃん。はい、ね、やりたいですけど、ね、はい、バンド組むとしたら誰とやりたい。誰とやりたい、うん、知り合いがあんまりいないんで。友達があんまりいないから組めないですね、バンドは。そうね、はい。来月和田くんと、はい、ちょっとアメリカに、来月11月か、11月ですね、アメリカに行くんですよ、うん。で、それはなんだっけ、ライブ業界の、そうですね、展示会というか、展示会で新しい機材とかね、うん、で、俺一回行ってみたくて、やっぱりもう最先端の、そうですね、ね、照明機材とか、うん、映像機材、音響機材とか、うん、いわゆるその機構ものとかね、そうですね、ね、こう動いたり、こうなんかエレベーターみたいなやつなんじゃん、うん、
ああいうのとかをもう最先端のハリウッドの、そうですね、ね、うん、あの展示がすげえのあるんでしょ、1年に1回。そうですね。で何度も決め行ってるんだよね。僕まあ2回ぐらいですかね。はい、今年ちょっと一緒に連れてってくれっつったら、うん、和田君連れてってくれっつって、ちょっとまあこの前の事故事件がありましたからね。怖いですよね、あれ、うん、どこだっけ、どっかから ねあのホテルから、そうですそうです、あれ怖いね、怖いっすよね。ラスベガスって本当に平和じゃないんだってさ、まあ、あのよりストリップって言われる、うんうんうん、あのメインストリートはさ、あんなことがあったらもう本当に行けなくなっちゃうよね、うん、でその後にまあ今これちょっと言えないんだけど、和田君、そうっすっすね、これ今もう和田君にはちょっと言えないんだけど、え、なんかあるんすか、ね、いやいやあるんだよ、和田君には言えないんじゃなくて、あの和田君には言えないんじゃなくて、お客さんには言えないけれども、ね、和田君とね今ちょっと動いてる、ね、別件があるっていう、まだ他にあんのかも、いやいや別件がこれね、こまだ言えない ね、まだ言えないけどちょっと面白いことやります。もう毎日ニヤニヤしてます。お前すげえテンション上がってるよね。めちゃくちゃ上がってますよ。ちょっとこれ面白いね。ももクロ関係ないです。関係ないです。モノドクさんはざわざわしないでください。ももクロは関係ないです。はい。はい。和田君と、うん、まあ、ちょっとこれね、面白いことをやろうと、うん、どっちかっていうと岩谷とかに近いかな。そうですね。まあ、いわゆるちょっと スポーツメーター、あの競技メーター。ことでちょっと面白いのことをね、和田君と、いろいろやっていく。それの下見もちょっと兼ねて、ラスベガスからロスに行ったり、そうですね、それロスに行くよなんて、あ、じゃあロス行こうよなんて言ったら、じゃあせっかくですからロスでライブ見てきましょうよとかって言って、ね、でライブロスでライブ見て、で、とある新しい今度イベントを和田君とやるんだけど、それのイベントの下見をロスでして、でさらにラスベガス行って、ラスベガスで その LDI っていう、ね、はい、その見本市みたいな展示会みたいな、うん、それを見て、それでシルク・ドゥ・ソレイルで帰ってくるって、はい、もう最高の、いいな、さ一緒行く、じゃあ、ね、もう多分帰り手繋いで帰ってきますよね。そう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 言っちゃダメだよってやつ、そうそうそう言っちゃダメだよって、そういうのもね、和田君は積極的にずっとやって、海外に、この間もね、ロサンゼルスに井上尚弥君の試合で行ったら、会場にいきなりいるんだよこいつ、そうそうそう、自分で、おはようございますって、自分でチケット買って自分で席にいるんだよ、ラスベガスじゃない、ロサンゼルスだロサンゼルスでおーなんつって和田君来てて、ね、そういうこうなんか勉強熱心な人なので、すごく頼りになる、なりたい、なるんですけども、和田君にいろいろ質問が来てました。ちょっと質問を整理しますので、あと10分しかない、はい、岩谷さん、はい、ゴンタさんから、なぜ今アッキーになってきてますけどいやアッキーなんで、まあ可愛いけど、いや可愛いよアッキーな、はい、南アッキーなっちゃんって知ってる、もちろん知ってる、可愛い子いるじゃない、理想、いやだから入ってきた時、あ、今日来てたんかなと思ったんだよねアッキーな、アッキーなかと思った、お前畜生、いやほんまですよ、違うんすね、豆吉さん、これね、豆吉さんっていうのは、ね、北海道の方でね、俺と同じ小学校出てらっしゃる方ですね、厚鳥さんは近々何か新しい動きがあるんだろうか、新番組とか新しい、まさにそう、41分前のツイートでなんか感じたんですかね、新しいちょっと動きはいろいろやりたいというふうに思っています。はい、あとはですね、あ、どうでかももいい箱押し注釈付きさん、質問です。美術プロデュー、あ、これはこれさっき美術プロデューサー具体的にの話はしたんで、今までこれは無茶だという演出とかはありましたか。いやだから佐々木さんのやつ全部もう無茶じゃないのないもんね、でも基本すいません、うん、はい、舞台美術の新技術情報はどこでどんな風に入手するんですかって。あ、新しい技術、まあ考えたりもするし、うん、まあ、それこそ佐々木さんみたいなこう突拍子もないこと言う人たちと一緒に仕事してると、うん、まあ、いろいろ考えて国内でっていう動きもあるんですけど、うん、やっぱり海外に足伸ばして見てくるものが一番大きいですかね。やっぱお前自分で行くもん ね、 そうですね、イギリスとかね、はい、いろんなオーストラリア行ったり、ね、はい、だからさ、本当にさ、例えば U2 とかさ、そうですね、ね、すごいじゃない、はい、セットがさ、すごいすごい、うん、
で、あれ、だから俺らがロス見に行く誰だっけ、ブルーノマーズ、ブルーノマーズ、はい、でブルーノマーズだってさ、やっぱすごい あのエンターテインメントや、そうです、ね、やってるじゃない、すごい楽しみですね。で、ですね、はい、で1回、ほら、あれこんな機材がありますっつって、LED ってあるじゃん、うん、でっかい LED、 あのビジョンがあるでしょ、うんうん、あのビジョンがまず床に、床かなんかに引いてあって、うん、でそれがこう本当に360度こうなんか自由に動いて、それが階段になったり、うん、なんか お客さんに LED として映像を見せたり、うん、じゃなくてそれが床になったり、なんかその自由に動かせる機構があるんですよっていうわけ、うん、で、あ、面白いなって言って、俺やっぱ映像だから、うん、映像に興味あるから、うん、あ、そういった映像 その動くその稼働する LED があったら面白いなって言うから言ってさ、うん、じゃあそれやろうよっつって、だで誰がちなみにやったの、ボンジョビですって言われてワールドツアーで使ってました、ボンジョビがワールドツアーで使ったのをももクロでどうですかって言ってくんだよ。でさ、ね、なかなか ね手が届かないところにいるんだけど、でもそろそろなんかそういうのもなんか流れで風で来てってね、あのいろんなこうそれを取り入れてる業者もあったりし、はい、今後使ってみたいハイテク演出はありますかって。なんでしょう、ハイテク演出、うん、なんか演出の話ですよね、うん、まあでもでもさ、ちょっとクリスマスなんかやりたいよね。そうです ね今ちょっと考えてるクリスマスライブ、うん、今年のクリスマスは変則的で12月13日スーパーアリーナで、12月20日が大阪城ホールか。そうですね、だからちょっと会場も違う、あれ結構大変じゃない、デザインも。そうですね、サイズどうなの、城ホールとスーパーアリーナって。全然違いますね。どうすんのそれ、やばいじゃん。どうしましょう、城ホールの方が狭いの。狭いですね、やや狭い、狭いし、その機材を吊る制限とかもすごくいっぱいあるんで、うんうんうん、まあそれをどうね、初めて来るお客さん、まあ埼玉しか来れない、大阪しか来れないお客さんいるもんね。そうですね、難しいながらもちょっとあれだな、そこもちょっと苦労するかね今回ね。そうです ねさあ、美術プロデューサーどえらい関西弁って言うんですけど、どこ出身だっけ。大阪ですよ。大阪のどこ。大阪の泉って分かります。分かりません。分かんないですよね、南の方、下の方なんですけど、ずっとあれだよね、しばらくは向こうでやってたんだよね。そうです、そうです、3、4年下積みで大道具をやってて、うん、で、マドンナのワールドツアーがあったんですよ、うん、2002年か3年に、うん、で日本に来た時にちょっと衝撃を受けて、うん、東京に出ようと思って行きましたね。そうなんでね、はい、ワーディって会社の社長なんでね、でそこでいろんな美術やってるんだけど、まあ柄が悪いやつばっかりだよ。スタッフがもうね、歩いてるともう周りがこうなんかこうたじろぐぐらいの、もうね、悪そうなやつで、本当にね、気のいいお兄ちゃんたちなんだよ、気のいいお兄ちゃんたちなんだけど、まあ悪いの、悪そうなのばっかだよね。なんでなんですかね。長野と高木にを見に来てくれた人は分かると思うんだけど、長野扮するなんか いけてないなんかヨーデルおじさんか。そうですね、ヨーデルおじさんがヨーデルの歌を歌ってる時に絡まれるシーンがあるんだけど、うん、チンピラに、そのチンピラ役が全部ワディのやつらだから台本にワディのやつらって書いてある。何これ。本当にもう本当にちょっとね、知らなかったら近寄りたくないぐらいの悪そうなのばっかで ね、あれどっから集めてくるの、ワディ。まあ、やっぱり大阪ですね。なんだろうな、本当にビーボーイってわけでもない、なんつうの、ああいうのは、ね、なんだ、ギャング、何、ギャング、なんなんですかね、あいつら、チンピラですから、でも、本当にいい人たちで、多分ね、桃の現場にも、そうですね、いるんだけど、はい、まあ、とにかくね、いかついから、はい、和田が、お前ら、お前ら、ももクロちゃんには5メートル以内近づくなって言ってるぐらいね、もう見た目的には怖いやつなんだけど、むちゃくちゃいいお兄さんたちなんだよ、ね、ワーディーのやつら。今度ファンの方あったらですね、声かけてあげてください。ワーディーの方ですか。はい、その後には原宿、モデーナさん、男祭り2012のマイク合戦で床の LED 割ったよねって。割ってないよね。割ったの、俺知らないんだけど。割りましたよ。じゃすごいですね、覚えてますね。これモデーナさんで、あちらモデーナさん、そうです、そうです、マイク投げて、あれ一応さ、
一応座布団を置いてさ、そこに投げろっていうお約束だったんだけど、もうなんていうの、床が LED での時点で座布団を置いたら投げていいっていうのがまずおかしいからまずありえないね。まずありえんがそうだ、それで熱くなって レスラーか誰かがやったのか。そう割れたんだ。割れましたよ。あれどこだったの。コマで、あれコマでやったからすげえなー、よく知ってるね。俺すら知らなかったよ、マジで。あ、三田来さん、佐々木さん、竹山ロックンロール復活しませんかって。竹山ロックンロールはね、やりたいんですよ。もう竹山さんともずっと言っていて、でもう会うたびに竹山さんがもうやろうよやろうよって言ってくれて、この間竹山さんの放送禁止見に行った時も竹山さんにもそれ同じこと言われて、やりたいんですよ。で、中村愛が結婚をしました。その前に藤岡みなみが結婚しました。で、藤岡みなみの結婚式の時にみんな集まって、それで芸人とかも来て、それこそあのさらばとかね、あの三四郎とか、あの新宿カーボーイとか長野とかオラキオとか、あの辺りが来て、で、まあ、いろいろ話してね、また盛り上がろうぜなんつって、で今度はもう一人のパーソナリティだった中村愛が結婚して、でこれまた近々ちょっとあのパーティーをやるんですけど、まあ、なんかあるたびにね、あの竹山ロックンローラーみんな集まってですね、次やろうねっていう風に盛り上がるんですけど、まあなかなか今やっぱりこの間の話、ホモだホモの話じゃないですけども、バラエティー業界はなかなかこ結構笑いに関しては厳しくなってきてるね。どうですか今、本当にあのあらゆるバラエティ番組をやってらっしゃる皆さん。あらゆるバラエティやってないです、ねね、ちょっといじり方が雑です、ね、ツイートでぜひっていう、僕これやってます、やってます、セアピーズのぜひ ね星野源オールナイトニッポンに始まりね、そしてなんだっけ、ネタパレとかね、バナナマンミュージックとか、はい、どうですかそういう中でバラエティやりにくくなってませんか。いや、そうですね。僕で最近なんですけど、ギットギトのバラエティは先やってないんで、はい、ちょっと若干分かってないんですけど、どうなんですかバラエティ。いや、やっぱりコンプライアンス的にあれはダメだこれね、なってると思います。松本さん、嘘か本当か分かんないけど、松本人志さんもさ、ツイッターでさ、なんかトースポがさ、ケツバット禁止にするみたいな、はい、なんかそんな話があるよみたいなことに関して、はい、松本人志さんがもうそんな嘘やあのありへんっていうふうに言ってたけど、例えばケツバットがなくなっダメだって言われちゃった。本当にちょっとね。そうですね。ね。お台場お笑い道っていうあのあれに YouTube に上がって僕がやってた番組なんですよ。で僕がバカなディレクター役でずっと出てるんですけど、その中でバナナマンの日村くんがケツバットに異常に強いっていう話になって、で散々のプラスチックの硬いバットで散々やるのよ日村くん。で日村くんが痛いかを一つしない。っていうコーナーがあって、でそれをずっとやりまくってて、俺が横で笑ってたら、設楽があいつド S だから、いやね日村さん、うちには日村さんよりもすごい人いるんですよって始まって、いややっべえと思ったら、この人ですって俺のこと言うわけで、俺はもうそれ振られた以上は全然平気ですよってなって、でもうパンツ脱いで、パンツっていうかあのズボン脱いでパンツ一丁になって、もうね設楽とかザキヤマとかね、もうね40発ぐらいやられたケツバット。いや、ほんと40発ぐらいやられて、もうね、ケツ真っ青になったから。ほんと、内出血で。もうね、ほんとにね、YouTube 多分上がってんじゃないかな。もうちょっと見てみようね、ケツバット。もうね、もう見事にね、もう真っ黒、お尻が、全面。ひどいで、そういう、まあ、それはやりすぎですけど、まあ、そういう時代になってきちゃったのかなっていうのはありますけどもね。さあ、なんと9時ですよ、もうあっという間ですよ、あっという間に9時。さあ、ということで、今日はちょっとゆるくやらせてもらいましたけれども、さあ、和田くん、いろいろやっぱ会社作って、はい、ワーディー会社作って、はい、なんかちょっと視野広がってきたんじゃない。そうです ね、なんかクリエイティブな部分で、はい、まあ、ケツバット禁止する前にあのスタジアムに箸かける方を禁止してもらいたいなっていう思いますけど。そうです、分かりました。いろいろと無茶ばっか無茶ばっか言いますけども ね、ね、年内はまだいろいろアーティストもやられてるわけ。うち以外も。そうですね、はい。エビちゃんもやるのライブ。エビ中は、明日から秋のホールツアー始まる、うん、ああ、ホールツアーが始まるんだ、はい、そういうのも行ったり。そうですね、まあ、とにかく忙しいよね。そうですね、なんかいろんなとこ行ってて、はい、まあでもやっぱりその、まあ、僕と一緒の現場でいうと桃の次のクリスマスと、はい、から年末のボクシング、はい、
あ、年末じゃないや、10月21日のボクシング、はい、多分年末にもまたありますよ、はい、ボクシングね。それとあと何でしたっけ、大晦日、はい、カウントダウンもやりますし、そしてちょっとこれまだ発表できませんけども、はい、これちょっと楽しいちょっとことをねこれやりま、発表はできませんけど、発表できないですけど、さすっごい喋りたいですけど気になる、これもうちょっとぜひ楽しみにしてくださいということで、さあ、じゃあなんか和田くん、なんか告知ある、あるわけねえか、ないです宮森なんか告知あんの、大丈夫です、なお前バカ野郎、お前今日の23時からクールの告知しろよ子供祭り、あ、子供祭りクールにて、あ、あるんですね、今日ですよ知らなかった、今日から配信開始、10月6日金曜日23時から、はい、ぜひこれ見て感想を寄せてください。また次回のね、子供祭り参考にしたいと思います。さあ、岩谷さん、はい、今週末は試合ないので大丈夫です。ねえよかい、はい、うん、あ、そんだけ、あ、なんかいろいろファンの人が書いてくれたんじゃないの、はい、じゃあ次は10月14日お昼1時から神戸参謀ホール見て試合があります、うん、来てね、はい、来てお前、だからさっき言ったように前説やるんだったら、はい、フリップトークやれ、フリップトーク、はい、それは、はい、ぜひ参考にします。いや絶対やれよ、絶対やります、うん、それでこうめくって、はい、ね、それでちょっと笑いとって、はい、ね、そんなお前なんだプロレスのルールなんかどうでもいいんだからさ、そうか、うん、もう、はい、今日見どころ、今日の見どころ、はい、うん、裏話ね、わかりました、そういうの、風花さんのオープニングのあのダンス具合とかそういうのやってんの、まだ、はい、やってる、まだダンスやってる、まだ踊ってますね、そういうのちょっとさ、はい、面白く入れて、わかりました、お客さんプッと来るようなもの、ね、はい、はい、楽しみにしててくださいということで、じゃあ和田くんとはこの後、そうですね、桃栗の話をしなければなりませんので、はい、どこでやるのこれ今日、はい、HIP でしょ、はい、HIP、 わかんないですけど、多分ね HIP で、はい、ということで、じゃあ和田くん、今度またじっくり、はい、もう大丈夫でしょこれ、ね、大丈夫です、すごい緊張されてましたけど、はい、もう大丈夫です、もう大丈夫でしょ、はい、会社も近いんでぜひ遊びにしてくださいさあ、ということで、お時間3分、4分くらい過ぎちゃいましたけども、お相手は、和田くんちゃん、また来てください、はい、ありがとうございます、はい、お相手は私、佐々木あつりと岩谷舞でした、はい、また次回できるかどうかツイッターします、ありがとうございました、バイバイ。